コンビニコンフェッションズです。今日は上野の皆さんにインタビューしたいと思います。すいません、チューハイ飲んだらいい感じですね。わかんない、日本語日本語わかんないね。最近泣いたのはいつですか？ちょっとそういうのできない。ナイスぬいぐるみ、うん、I like ぬいぐるみ、うん、すいません、野球好きですか？はい。今日野球やってました。は？夢を教えてください。夢はあの世界平和です。まあダイエットしたいですね。すいません、焼肉美味しいですか？焼肉美味しいです。今日はあの上野で愛を探すつもりですか？愛は探しません。あ、それは残念ですね。すいません、もし総理大臣になったら何をしたいですか？ブラドルはすごい一夫多妻制。一夫多妻制にしたい。黒歴史教えてください。ごまたしたことあります。4月17で今年の3月末に中退しました。2、3。小池さんのこと心配してますか？大して心配してないです。小池さん心配してますか？一番好きな野菜を教えてください。ピーマンです。ピーマン焼いてもなんかお肉と一緒になんか食べても美味しいんで、僕ピーマン大好きですね。ブロッコリーです。ブロッコリー吸うのは楽しいですね。やばいよ。なんですか？ブロッコリー吸うんですか？ピーマン。透明人間になれたら何をしますか？覗きたい。盗みっすかね。覗きたい。生き返ったら何になりたいですか？ナメクジになりたい。総理大臣になれたら何を変えたいですか？法律。警察をなくしたい。何平和にしたい。休みを増やしたい。飲みに行きたい。行った。最近ちゃんと野菜や果物食べてますか？そこそこ食べてます。食べてます。食べてます。食べてない。あ、残念ですね。ちなみに一番好きな野菜とかありますか？ほうれん草ですね。レタスです。トマト。レタス。かいわれ大根です。夢を聞かせてもいいですか？夢、うん、夢はね、まっとうな生活をしたいね。最高ですね。最高。夢ありますか？意味わからないです。今日はあのどんな酒を飲んだんですか？ああ、いや楽しい酒ですよ。ああ、いいですね。うん、ちょっと酔いすぎましたけどね。楽しい酒で。総理大臣になったらあの何をしたいですか？総理大臣になったら犯罪者とね、犯罪者とそのあのね、分け隔てりをね、なくしてもらいたいね、うん、総理大臣には総理大臣の辛さがあると思います。なってもしょうがないです。なりたい人になればいいです。黒歴史教えてください。黒歴史、うん、前科者にはあの追いかぶさったものがあるよね。すいません、ちょっと酔ってるんで、すいません。これはコンビニコンフェッションズでした。うん、おい、ビール飲んでんの？違うよな。あ、いいね。チューハイ飲んだらいい感じ。うん、いいね。もう帰ります。はい、すいません、ごめんなさい。でもいいね、前向いて歩こうよ。